次の12月7日かなに、追加される新カードが全部出ました。なんか、こう今まではちょっとずつ発表していたんだけど、なんか、方法を変えて一気に発表するようになったみたいですね。まあまあまあ。前回長々と話しすぎてめっちゃ時間かかったので、まあパッパと見ていけたらいいなと思います。新カード見ていくだけの動画です。はい。で、まずはモルデカイザーですね。7コスト58、ノクサスとシャドウアイルの複合地域ですね。まあストーリー的にも、まあシャドウアイルとノクサス両方関係があるので、妥当かなって感じはしますかね。7コス58チャレンジャーで、プレイ時に最大2体の味方をキルする。で、他の味方を撃破したとき、それを蘇生させるという2つの効果を持ってますね。レベルアップ条件が、味方が15体以上力尽きたとき、ただし攻撃力が5以上の味方は2体分にカウントされる。で、レベルアップすると、まあそのプレイ時とこの効果を持ちつつ、アタック時ですね。このゲームが終了するまで、ユニットを撃破するとき、敵のネクサスから体力を維持吸収する。おそらく、まあ、ネクサスに付与する、自分自身のネクサスに付与する感じになってて、報復して持てるのかな？で、あれば、まあ、10コストのね、モルデカイザーの裏スペル、死の国。これが、まあ、破滅を打ちながら、その、モルデカイザー自身かな、多分。実際、味方一体と最も強い敵以外を破滅でキルしながら、決戦場を打つという、スペルになってまして、まあこれでモルデカイザーのアタック数稼げるんで、まあ後から出てきますがね、ユニットを撃破するのと相性がいいキーワードとかも出てくるんで、そういうので稼いでいく新しいデッキタイプになるかと思うんで、まあどんな風に環境で暴れるか楽しみですね。弾頭の軍団兵、3コス42シャドウワイド、プレイ時手札の味方一体にデスデスを付与するという、この何これ、もうなんかゾンビが蘇るみたいなね、キーワードですが、もうぜひ、なんかカスタムカードとかで、僕の8台のルンテラカードを作るときは、ぜひこのデスデスっていうキーワードをつけたいなっていう感じなんですけども。デスデスという効果はどういうことかというと、そのユニットが撃破されるときに、体力が1の状態で蘇生させて、スタンさせるという効果になってます。で、もちろんその1回デスデスの効果で蘇生すると、デスデスは、失われるので、まあ、繰り返しずっと盤面に残るってことはできないのと、まあ、蘇生した後スタンしてしまうので、デスデスを持ったユニットを並べて、破滅を打って、相手ユニットだけ倒して盤面サラチにして、こっちのユニットはデスデスで蘇生して、一斉攻撃っていうことも、まあ、できないですかね。まあ、スタンこそしてしまいますが、相手の除去、相手のアタックに対するブロックとしてのね、壁としては十分役に立つとは思いますし、全然強力な効果、モルデカイザーのね、味方をキルする、こういうプレイ時効果なんてのにも結構ね、貢献してくれるいいキーワードなんじゃないかなと思います。はい、囚われの亡霊。1コスト11、ラストブレス、次に味方を蘇生したとき、このユニットのコピーを手札に1枚生成する。まあ、モルデカイザー、などをはじめとしたね、プレイするときに味方をキルする必要があるユニットの素材、元となるカードであり、まあ、蘇生した場合にハンドに返ってくる効果がありまして、デスデスですね、先ほど言ったデスデス、これ蘇生扱いですので、デスデスでユニットが蘇生された場合でも、囚われの亡霊がラストブレスで力尽きていれば、ハンドに生成されるというカードになっております。死の呪縛。味方一体をキルすることでユニット一体に5ダメージを与える。これも、まあ、そうね、ヘイトスパイクの強化版というか、まあ、コスト上がってるんで、上位版という感じですけども、まあ、3コス5点というね、除去札は非常に強力なのと、デスデスの味方を指定した場合って、相手はデスデスのユニットに対して除去を打って撃破した場合ってどうなるんでしょうね。同一ユニット扱いで死の呪縛のキルが再度発動するのか、一度死んで蘇生されて別ユニット扱いになって、デスデスを持っていない別ユニット扱いになって、死の呪縛の味方一体のキルが不発になってしまうのか、ちょっとそれがどっちかわかんないんですよね。この仕様によって、そのデスデスの味方キルの差し込み
の挙動の使用によってこのスペルの強さが変わり、かなり変わるかなって印象ではありますが、まあ、2コス3点、泣き殻1体召喚のヘイトスパイク。でもあれな、2コストっていうフットワークの軽さ、3点の使い勝手の良さで、泣き殻1体出てくるっていう、後続のヘイトスパイクや悲願に対してのアクセスの良さっていう、小回りがヘイトスパイクが良かったんで、なんか単純な上位互換ってわけじゃないことを考えると、まあ、ちょっと、死の呪縛はフットワークが効きにくいかなって気はしますかね。はい、灰色の境界口、境界口かな。2コストのランドマーク、プレイ時敵一体に強行による呪いをかける、出ましたね。呪いという、まあ、今回から追加された新しい概念ですね。でもう一つ、タイタンの味方を召喚するとき、このカードを破壊してカード2枚引く。タイタンの味方ですと、まあ、モルデカイザーが現在出てくる。あと、黒金の亡霊剣からも一応、84が出てくるかな？召喚なので。まあ、そこら辺と合わせて使おうかなって感じかな。で、呪い、まあ、死の国はもうこれだからいいとして、呪いはこちらですね、強行。なんだ、呪いという概念が新しく出てきて、何かっていうと、相手ユニット1体を指定し、さらに相手のハンドに呪いを生成するんですよ。で、この呪いのカードが手札にある間、呪いを受けたユニットはマイナス3を持つという効果になってまして、相手は2コスト払って、フォーカスタイミングで2コスト払って、この強行カードを使って、手札にある間という状態を解除することによって、呪いを解除することができます。で、まあ、複数回この呪いをかけることができるんですけども、これさ、敵2体に呪いかけ、強行による呪いをかけてさ、敵のハンドに強行による呪いの、このカードが2枚ある場合ってさ、相手ユニット2体はさ、マイナス3、マイナス3なのかな？それとも、このカードが手札にある間、呪いを受けたユニットはっていう、その、何？呪いを受けたユニットという条件指定だから、条件に当てはまる2体が両方ハンドの2枚の強行の効果を食らって、マイナス6、マイナス6なのかな？そうだった場合、今後強行以外の呪いも出てくるんですけど、下の方で。強行ともう一個の呪いがあった場合って、この呪いのカードが2種類あった場合、バニール2体の呪いを受けたユニットは、2個の呪いどっちも受けるのかな？呪いが重複する可能性もあるって考えるとかなりめんどくさい、面白い動きかなって思うんですけども、この呪いというカード、対象指定ができないそうです。つまり、ジャンナのアップドラフトであったりとか、超エキサイティングによる破棄などによって、プレイせずにハンドから消すことはかなり難しくなってまして、対象してせずにハンドを消す方法、つまり、みなそこの聖堂であったりとか、悪なき探求者や、身体拡張した実験者といった自分の手札全てを破棄もしくはアップドラフトするような効果だったらなくせるらしいですね。現状出ている情報だともしかしたら間違っているかもしれませんが。で、まあコントロール相手に刺さる効果な気もしますし、まあアグロとかに対して強行打ってもマナをね無駄に使わせることはできますし、ただおそらくなんですけども、相手のハンドが10枚あるときに、強行というか呪いを打った場合って呪いカードは生成されないじゃないですか。この場合って呪いは不発になるのかな？ここら辺がちょっとまだね、新しい概念で実験もできないので何ともわかんないんですけども。ね、この呪いというカードは手札になきゃいけないので、相手のハンドが10枚いっぱいだった場合って、呪いかけても呪いがかかんない可能性があるかなって気はしますかね。まあ、相手のハンドが8枚、9枚の時に呪いを連発してさ、わざと次のラウンドのドローを溢れさせるっていうこともできそうなので、まあ、そこら辺は駆け引きですかね、やはり。で、まあ、これに加えて、芝生の強信者。これも召喚時、またタイタンの味方を召喚するとき、最も強い敵に強行による呪いをかける。強行による呪いですとこれですので、またマイナス3。攻撃力マイナス3をかける呪いをかけるという効果になりますね。はい、次は、癒しき魂の融合体。5コス53ですです。このユニットをプレイするには味方一体を傷し、ラストブレス、ネクサスの体力を2回復するというデスですとラストブレスの両方の効果を持った
ユニットで、さらにラストブレス効果がネクサス回復なので、対アグロに対してかなり優秀な働きをしてくれそうなユニットになりますね。さらにね、デスデスもあるし、その、蘇生系、モルデカイザーのこういう効果なんかも入ってきちゃった時にはかなり、いやらしい、本当に癒しき魂の名の通り、アグロに対していやらしい動きをしてくれるんじゃないかなと思います。正直者のクルーピエ。ビルジウォーター3コス13ブラッシュ。このカードの攻撃力と同じコストのカードをプレイするとき、このカードにプラス1、プラス1を付与する。ですので、最初は1コストのカードを使えば2、4になり、2コストのカードを使えば3、5、3コストのカードを使って、4、6かなという感じで、ヘルスも一緒に上がっていくのがちょっと偉いかなって思うんですけども、まあ、ちょっと特殊な運用を求められる、サイズアップ系のカードになりまして、どうなんでしょうね。クルーピエの場合、専用構築にまあするほどではない、1コス、2コス、3コスの低コスト系の構築に使えばいいのかなって気はしますかね。その4コス、5コスくらいの動きを諦めて、低コスト重視の前寄りなデッキで採用すると、いい感じのサイズとブラッシュのキーワードで存在感を放ってくれるんじゃないかなと思います。マライの3号章ではなく3号ローですかね。マライの3号ロー。2コストビルジーウォーターランドマーク、マナを消費してユニットをプレイするとき、スペルマナを1回復する。ですので、まあ、ユニット召喚した場合、ユニットをプレイした場合か。ユニットをプレイした場合、スペルマナ1回復ということと同義なので、まあ、ゼロコストプレイもまあ、上級ユニットはありますが、ほとんどないと思うので、実質、すべてのユニットにアテューンを付与するような、認識でも間違いないかとは思いますね。これによって、まあ、例えば、老衆のバブス、レベルアップしたジャックのようなマナー回復した際に、誘発して効果を発動するようなユニット全般とは相性がいいですし、ただでさえ、スペルマナ回復っていうのは強いので、あらゆるユニットがね、実質マイナス1コストみたいなもんですからね、アテューンってことは。ちゃんとスペルを対応するデッキであれば。だそういうデッキで、あらゆるデッキで、ね、いろんなシナジーを発揮してくれるいいランドマークだとは思います。無難に強そうではある。ただまあ、そんな何個もたくさん置いて強いランドマークでもないので、いいポジションな気はしますね。はい、怪しいメガネ。ピュートーバーゾーン3コスト0、0。武具で味方のフォロワー1体を指定し、このカードを装備中、装備者をそのフォロワーと全く同じコピーに変化させる。まあ、怪しい人物の効果を持っている武具ということで、まあ、味方限定ですね。怪しい人物は相手ユニット、まあ、相手フォロワーにも変身できたんですけども、まあ、怪しいメガネは味方のフォロワー限定になりまして、自分ちょっとこのテキストの書き方的によく分かってないんですけど、このカードを装備中、装備者はそのフォロワーと全く同じコピーに変化。装備中？だから、例えば55のユニットが味方にだとして、まあ、その55のユニットに味方を変化させて552体並べた場合って、例えば変身元のユニットがダメージを受けて53になった場合って、怪しいメガネを装備したユニットも53になるんでしょうかね。全く、装備中全く同じコピーに変化するってことは。そんな、随時更新とかしないかな。逆に55のユニットに変化した55がさ、その怪しいメガネを装備した変身後のフォロワーがさ、こうコンバットして51になったけど、変身元が55だから全く同じコピーで55に HP 回復とかあんのかな。なんかこのテキストだけ見るとそういう挙動もありえそうな気がするんですけど、まあ多分ないですね。なんか、随時更新しそうな、装備中って書いてあるから、ずっと参照すんのかなって気はするけど、多分、装備した瞬間だけですよね。装備した瞬間に全く同じコピーになるんだと思います。なんかちょっとテキストの書き方もうちょっと、わかりやすくなか、できなかったかなって思うんだけど、このカード、装備、した味方は装備してる、そのフォロ
このカードを装備した味方は、その味方フォロワー1体、そのフォロワーと全く同じコピーに変化するじゃダメだったのかな。ね、ブグだから沈黙聞かないし。まあまあいいや。なんか、海外とかで悪さしそうだなって気はします。次、モグリのウオヤ。4コス酔い4。なんか、ビルジウォーターっぽいけど、ピルトオーバーゾーンですね。ラウンド開始時、すべてのプレイヤーがカードを1枚引き、その後、相手の引いたカードにフリーティングを付与する。ユニット版のヘクスコアファウンドリーのような効果をしていますが、相手の引いたカードにフリーティングを付与してしまう都合上、相手のハンドを燃やすミドデッキのような動きはちょっと期待できないですかね。相手のハンドは減ってしまいますね。まあその減ってしまうのが、フリーティングですので、高コストカードを引かせて、それにフリーティングを付与した場合、そのまま破棄させることができるんで、まあ良し悪しではあるんですけども、うん、ちょっとまあ、これはリスクもちょっとあるカードではありますかね。ヘクスコアファウンドリー問答無用で引かせて引かせて、こう、何旅路でさ、ヘクスコアファウンドリーのマップの敵がやってくることってこう想像すればわかるじゃないですか。めちゃくちゃ引かせて自分の手札がどんどん燃えちゃうっていう。あれ、ハンドにフリーティング付与されててハンド減ってくれるんだったら全然楽なんですよ、おそらく。フリーティング付与がこれ、なんか、相手によってメリットにもなるし、デメリットにもなるっていうのが若干リスクがあるかなって気はしますが、まあ4コストで44スタッツは正直偉いので、まあモグリの親を採用したデッキっていうのを考えてみるのも楽しいかなと思います。はい、ヤダルスクの雪犬。プレイヨルド2コス23犬。アタック時デッキの上から2体の味方にプラス1プラス1を付与する。なんかおかしいこと書いてありますね。あ、何これ。そうね、オーメンホークっていうカードもありながら、アタック時限定とはいえ、さらにデッキバフのカードが追加されてきたので、まあ、低コスト帯からしっかりデッキバフされてしまうと、3コストでね、先駆の鍛冶師とか4コストの戦場の料理人なんかにプラニプラニがついた状態で出てくる可能性があるんで、こうなるとね、なんかちょっと時間軸みたいなことになりがちかなって思うんですけども。まあ、またフレウド強化のカードではありますね。全然このカード派遣取るんじゃないかな。普通にオーメンホーク3枚、雪犬3枚。全然3ターン目に殴ってもいいもんね。で、ユニットで4ターン目、5ターン目。てかもう、ジャックスオーンでいいんじゃない？ジャックスオーンの2コスト枠に全然ぶち込んじゃっていい気はするな。まあ後半腐るっていうのが唯一の欠点ですかね。後半に2コスト23トップで引いても、あのブグとの相性も何もなくて、割と腐るかな。オーメンホークはなんかイルシブブロッカーとしての役割がありますけど、そこで三枚積みはちょっと怖いか。でもまあ、序盤から出てくると脅威であるカードに変わりはないので、まあかなり強い、怖いことが書いてあるなっていうカードですね。良質な首輝。2コス00ブグ。このゲーム中に召喚したサブタイプ1種類につき、このユニットは攻撃力プラス1を持つ。なんかもう一声欲しかったですね。なんだろう。まあ、バフ量にヘルスもプラス1しろっていうのはさすがに難しいとは思ったんですけど、じゃあデフォルトで2コス01でよかったくないみたいな。うん、もう一声欲しいなって気はするブグではありますが、まあ、あの、氷山トカゲのようなオーバーパワーを持ったユニットにこの良質な首輝がつくだけでね、多分、ね、あの、オーバーパワー10点とかになるんで、そういう意味では全然脅威ですかね。ただまあそういう大味な使い方も、まあ、の想定なのかな。なんかその、
ね、なんか、ニーコのサブタイプデッキがあんまりパッとしてない現状があるから、なんかそこら辺をうまくサポートできるようなサブタイプ系のカードが欲しかったなって気はしますね。なんか普通に、そうね。そうね、氷山トカゲについたら強そう。以上で。はい、エルダードラゴン。チャンピオンですので、これも、まあ、ポロキング、などのような、あ、ルーンテラオリジナルチャンピオンですかね。まあ、ポロキングもね、限定モード、リーグオブレジェンドの限定モードでゲーム内には登場していまして、エルダードラゴンもサモナーズリフトのドラゴンの親玉のようなポジションで、鎮座しているユニットではあるんですけども、それがルーンテラにオリジナルチャンピオンとして登場ですね。ルーンテラ地域、ドラゴン12コスト10重、フューリーオリジン、ドラゴンの神髄、ドラゴンの神髄、デッキ構築の際、コスト6以上のフォロワーはどれでも採用できる。ドラゴンに限定せずに、大型で固める系のユニットで、なんか、コンセプトですね。で、基本コストが6以上のユニットをプレイするとき、2枚のドラゴンの加護から1枚を指定してプレイする。ですので、まあ、ドラゴンの加護を見た方がいいか。まあ、どうしようかな。まあ、ユニットを、コスト6以上のユニットをプレイすると、エルダードラゴンの、まあ、コストが1下がる。という意味ですね。このゲーム中にプレイしたドラゴンの加護一緒につき、コストが1減少、プレイ時。このカードを対象に全てのドラゴンの加護をプレイする。レベルアップ、アタックした味方の攻撃力の合計が75以上になった時レベルアップ。まあ、こっち見ようか。エルダードラゴンレベルアップすると、12コスト30、30、フューリー、このユニットは阻止されない。なんかもっと分かりやすく書いてほしかったな。なんかその、抽象的すぎるよね。まあ、まあ、情報 X、旧 Twitter の方の情報によると、まあ、対象指定もされないし、ブロックもされないし、その、めちゃくちゃ、とりあえず、あなたが想像しているこのユニットに対しての対抗手段は、ひとまず何も通じませんっていう風に書いてて、まあ、まあ、正直さ、75以上の攻撃力でアタックしたんだったらもう勝ってるよねって気はするから、もう勝ってるよねっていう状況からの、まあ、特殊勝利カードっていう意味合いではいいと思うんですけども。似たようなコンセプトの無敵系のユニットっていうのは、どこのカードゲームにもいまして、例えば、まあ、シャドーバースですと、ヘブンリーイージスっていう、他のカードの効果を受けないという効果を持ったユニットがいるんですよ。で、そのユニットを、まあ、文字通り、全然知らないので、めちゃくちゃ無敵みたいな効果なんですけど、唯一弱点があって、ステータスの変更を受けるっていう、カードとしての効果を受けないっていう、その、仕様と、このカード自体は効果を受けないけど、その攻撃力と体力は別扱いみたいな仕様になってるらしくて、僕がヘブンリーイージスが流行った当時は、カグヤっていうカードを使ってヘブンリーイージスの攻撃力を1点にすることで実質無効化して戦うみたいな対応もしてたんですけども、凍結が効かないってなると、おそらくなんですけど、まあ、対象指定できないので、このエルダードラゴンは、おそらく、そうね、防衛本能のような攻撃力1、体力6にするような、あのスペルも効かないのかな。スタッツ変更系もおそらく効かなさそう。凍結が効かないってなると。で、まあ、他だとドラゴンクエストライバルズで、相手のハンドがいっぱいの時にゾーマを出して、ね、光の弾をわざと燃やして闇の衣を剥がせないようにして無敵のゾーマを作るっていう、動きもあって、あれに近いかな。あれの、マジで強い版って感じですかね。まあ、完全耐性持ちですね。完全耐性持ちの30、30フューリー。おそらくブロックもされないと思われるので、どうなんだろうな。打点は効くのかな。例えば、エルダードラゴンが出てきたタイミングで、30点のユニットでチャレンジャーで引っ掛けた場合って、エルダードラゴンって死ぬのかな？ちょっとね、打点でユニットでぶつかった場合がどうなるか。
対象指定されないんだったら、まあ、例えばジャッジメントとか、なんかまあそういう対象を指定しないストライク系のスペルなんかもまあもちろんありますし、そこら辺で攻撃力30で、どうなんでしょうね。ちょっと検証の余地ありって感じではありますが。で、まあドラゴンの加護っていうのは、プライチプライチフィアサム、プライチプライチインパクト2回、デスデス付与、チャレンジャー付与、プライチプライチタフを付与、ネクサスと味方すべての体力を2回復ですかね。これをコスト6のユニット、フォロワーか。コスト6のユニットか。コスト6以上のユニットをプレイするときに、このドラゴンの加護をどれか一つ使うことができる。そのユニットに付与することができる。もしくはエルダードラゴンをプレイしたときにはこれが全部つく。ということですので、まあまあ強いですかね。高コスト特化型の構築。フレヨルドが相方になるのが一番丸いかな。マナジェム加速してみたいな、そういう感じになるかと思います。エルダードラゴンのこのユニットは阻止されないの、ちょっと細かい仕様がよく分かってないので、もっと分かりやすく書いてくれてよかったんじゃないかなって思うんだけども、まあまあまあ、実装されてみて、試してみて、まあ多分、実質勝ちだもん。このレベルアップ条件満たした時って。逆になんで75点以上でアタックしてるのにゲーム終わんないのって気はするから。まあ、実質特殊勝利系のカードに片足突っ込むのかなって気はしますかね。で、エウダドラゴンの裏スペルはこの原始の方向ですね。マナ全回復し、デッキの上から6枚の中にあるコスト6以上のフォロワーを全て引く。という効果になってまして、まあ、スペルマナーは回復しないんだっけ？マナを全回復って書いてあるのは。だから、ラウンド目に5コストプラスマナコスト3で使ってしまうと、マナ全回復してもマナジウムが5個しかないので、5コストでは6コストのカードを使えないっていう、最速で言ってもあんまり強くはない程度ではあるんですけども、まあ、10コストある時に使うとかなり強いんで、まあ、後半のね、怒涛のラッシュをしたい時にはいいんじゃないかなって思います。はい、鋼の軍団兵。この、3コス5、1ノクタスなんですけど、このデザインめっちゃ良くない？このデザインすごいなって思うんですよね。手がすごい。プレイジー、味方一体に3ダメージを与えることで敵一体に3ダメージを与える。ユニット限定のユニット版強熱って感じですかね。ソウルクリーバー。ちょっとまあ性能云々の前に見た目がいいなっていう感想が出てしまったカードです。以上です。不滅の鎧。3コストノクサスバースト、味方一体にデスデスを付与する。これ結構ね、使い方によっては面白いんじゃないかなって思うカードで、これチャンピオンにも付けれるってことですよね。実質、劣化版ではないな。廉価版ソウルシフト、クロノシフトというか、ね、敵の確定除去に対して3コストでちょっと返せるのは強いんじゃないかなって思いますね。システムユニットに対して復讐打たれてさ、そこにデスデス3コストで実質保険かけれるんで、で、ヘルス1でスタンして蘇ってくるから、相手にそこに追撃で、さらにそのヘルス1を追撃する手段がなければユニット実質守れるんで、これだいぶ強いんじゃないかなって思いますね。あ、ちなみになんか、X の情報によると、旧 Twitter の情報によると、パンテオンや、ビクターもデスデスは生成するそうですね。で、デスデスを持った状態で死ぬと、デスデスを失って蘇って、パンテオンは確か再度取得はし、なんかデスデスで蘇った時はデスデスは獲得しないみたいなこと言ってたっけな。で、ビクターは蘇ってデスデスを失った後にもう一回ヘクソコアアップグレードを使うとデスデスの獲得する可能性はあるみたいなことは確か言ってました。赤トゲ？ヘキシ？わかんねえ。レイザーミス。爬虫類4コスト44ノクサス、ネクサスストライク、相手に血の海による呪いをかける。出ましたね。また呪いですね。で、血の海による呪いはこれ。このカードが手札にある間、ラウンド開始時、あなたのネクサスに1ダメージを与える。
まあ、アグロでしょうね。オーバーパワーとネクサスストライクは相性がいいので、オーバーパワーで貫通してネクサスにダメージが入ったら、相手にブロックされようがネクサスストライクは入るので。で、まあ、たった1点、ラウンド開始時にたった1点ではありますが、3コストも結構、これ呪いの解除にかかるマナが多くて、ただでさえアグロデッキな構築をしていて、こうね、それに対処したいであろうときに3コストを無駄に吐かせられるっていうのは非常に辛いので、これアグロデッキにおいてはかなり嫌な、アグロデッキと対面するときにアグロデッキに使われるとかなり嫌なカードじゃないかなって思いますね。これ結構いいカードですね、レイザーメイズ。個人的にはすごく使われたくない。いいカードだと思います。4コス52、マラット教、ノクサスのデスレス持ちユニット。えらくシンプルですね。何もない。まあ元からヘルスが2ですから、デスレスで蘇ってまた51。52と51。冥星用かな？なんか、手が水でなんか枷つけられてますけど、なんか、フレーバーテキスト的にもね、喜びなんぞで倒すつもりだったのかっつって、愚かな小娘って言って、これ多分ニーラですかね。ニーラが、なんか、このマラット教を拘束してるんですかね。多分。そういうストーリーがあるんだと思います。なんかニーラ、モルデッカイザーにニーラがどういう風に絡んでるのかってなんかまだよく分かってないんですよね。剣艦の生き量。多分、なんかもう普段見ない単語だから分かんねえ。3コス23ですです。味方が蘇生された時、その味方にチャレンジャーを付与する。はい。マラット教などと組み合わせると非常に強そうですかね。あと、まあ、デスデス付与もありますし、こいつ自身もデスデスがも、デスデス持ってるんで、多分こいつが力尽きても3コス21チャレンジャーとして蘇るんじゃないかな。そう考えればね、21のスタッツも内包してるって考えれば、実質こいつ3コス44なんで、まあ、十分強いことをしてるなって感じではありますね。次、イニシエの呪言。2コストバースト、敵一体に強行による呪いをかける。呪いは、強行は先ほど見ましたね。攻撃力マイナス3の呪いですが、バーストです。だからコンバット中にかけれます。そして、呪いは一律で、フォーカスです。ですので、コンバット中に、イニシエの呪言を打たれてしまうと、呪いをフォーカスタイミングで打てないので解除することができません。単純に2コストバースト敵ユニットマイナス3点スペルとして使うことができますね。で、まあ、そうね。イグゾーストがね、1コストバーストマイナス2なんで、で、ラウンド限定なんですけども、まあ、呪言は、コスト1に対してね、減少量マイナス1はしょっぱいですけど、その分相手に、呪いを解除するためのマナを支払わせることができるんで、そこら辺がちょっと差別化の要素かなって思います。はい、次、墓嵐のバーバラ。ベカウラの巨漢の相棒かな多分。3コスト3に爬虫類シュリーマ、各ラウンドで初めて他の味方が力尽きるとき、またはラストブレス、手札に掘り出し物1枚生成する。まあ、デスデスと相性がいい。なんかまあ、そうね、海スカラベみたいな効果してますね。これ好き。お前って感じでした。このフルアート好きだわ。まあそうね。まあこいつ自身がラストブレス持ってんのも偉いですし、掘り出し物、アクション系とも相性いいのかな？これは当然。アクション系と相性良くて、ただデスデスとも相性良くて、何と組み合わせてもそこそこ仕事をしてくれそうな、いいユニットかな？ちょっとヘルスが2ってのがちょっと、怖いかな。でもまあラストブレス持ちだからそこら辺はいいのか。はい、モルガナ、今回追加された3体目のチャンピオンですね。5コス34で、デマーシアターゴンですね。まあストーリー的にね、モルガナはデマーシアに対してある程度まあ情が深いというか、まあ故郷ではあるんで、まあケイルがなんでターゴンだけかっていうと、ケイルはそのデマーシアを見限ってというか、デマーシアを離れてターゴンの方の神髄の道に進んだから、ケイドはターゴンだけ。モルガナはデマーシアとターゴン両方という感じになってるんでしょうけど、まあモルガナの力のね、
もともとはターゴン由来なんで、まあ、そこら辺でデマンシアターゴンなのかなって感じですけど、まあ、モルガナ、ココスサイオンライフスティール、敵一体に束縛の鎖による呪いを2回かける。ということで、束縛の鎖これですね。このカードが手札にある間、呪いを受けたユニットは行動不可になる。かなり強いですね。しかもこれ2回かけてるんで、モルガナ出てきてかけられたユニットを動かすためには4コスト払わないといけないです。かなりめんどくさいですね。でレベルアップ条件が、あなたがユニット、敵、味方問わずですね、ユニットを8回以上対象に選んだとき、デマーシアターゴンの地域性とすごく相性がいいレベルアップ条件で使いやすいと思います。で、レベルアップすると、5コス4号ライフスティール、敵一体、プレイ時に敵一体に束縛の鎖による呪いを2回かけ、アタック、束縛の鎖による呪いを受けていない敵のうち、最も強い敵に呪いをかけ、多分これ束縛の鎖による呪いをかけ、呪いを受けている敵に3ダメージ、敵のネクサスに2ダメージを与える。これはスキルを、スタックを生成しますかね。魂の足かせ。呪いを受けている敵に3ダメージ、敵のネクサスに2ダメージ。これはモルガナのウルトですね。で、裏スペードはダークバインド。これモルガナの Q ですね。3コスファスト、敵一体をスタンさせ、束縛の鎖に呪いをかける。めっちゃ、3コストファストスタンさせつつ、相手に2コスト、浪費しないとそのユニット動けないよっていう状態を作らせる。まあ、フォーカスなんでね、アタックしたい時に使ってアタックすればいいんですけども、まあ、かなり相手の足を引っ張ることができる、いいカードですね。はい、次、超越世子神髄ミヒラ。8コスト68、ターゴンオーバーパワー、プレイ時敵2体に束縛の鎖による呪いを2回かける。という効果で、まあ、ミヒラという名前、まあ、5コストにいるあのミヒラの人間形態ですね。まあ、羽が似てるよね。人間形態で、まあ、簡単に言ってしまうと、モルガナとケイルのお母さんですね。モルガナとケイルって姉妹なんですよ。このお母さんですね、ミヒラは。まあ、お父さんもいたんですけど、ケイルが殺しました。次、罪の束縛。敵一体に束縛の鎖による呪いをかける。あらゆる場所にいる敵の呪いのコストを1上昇させる。敵限定の、呪いのコストを上げるんで、束縛の鎖が3コストになるし、モルガナとかは2回、モルガナやミヒラは2回かけるんで、これがもう3コスト3コストで解除に6コストかかる。激重になりますね。まあ、さらにね、罪の束縛自体もね、敵一体に束縛の鎖による呪いをかけてくれるんで、これ自体で相手に3コストロス。6コスト使って相手に一旦3コストロスさせつつ、今後の呪いのバリューを上げるっていうカードですので、まあでもまあ、呪いかけてるだけじゃな、ちょっと勝てないのがこのゲームでもあるんで、ここら辺はちょっとバランスですね。呪い特化型にして、じゃあ何で勝つのってなった場合にね、だいぶ勝ち筋が細くなっちゃうんで、割と使いどころが難しいカードかなって気はします。次。黄岩の呪術師。石岩じゃない、多分黄岩だよね、多分ね。ニコス22ターゴンプレイ時、手札の味方一体にスペースシールドまたはオーバーパワーを付与する選択する系ですね。まあまあ、もともと3コス33で似たようなユニット、効果を持つユニット、パンティオン軸でいましたが、このハンドバフ系ですね。あらかじめユニットを場に出さずにスペルシールドなどをかけることができるのは非常にありがたい感じになっているので、かなり小回りが効くユニットだと思いますが、まあ、そうでなんか出てきた。そうですね。モルガナとかにスペシをつけるとか、そういう動きでも十分強そうではあるのかな。で、フィニッシャーになりそうな。でも、ハンドにオーバーパワー付与ってあんまりない概念だったんで、そもそもフィニッシャーとしてね、構築に採用するカードは元からオーバーパワー持ってたりとかするんで、オーバーパワー付与する方の効果はちょっと、ハンドバフ軸もしくはバードのチャイム軸なんかだとだいぶありがたくなってくるのかなって気はします。はい、リサとドリー。ターゴン3コスト23で、プレイ時、敵一体に束縛の鎖による呪いをかける。非常にシンプルな、モルガナフォロワーですね。リサとドリー。おそらくリサとドリーですね。何これ?ドリー何これ?グラブルのオーキスみたいな感じになるのかな?はい、次。6コス6号、
恩和なるジェムドラゴン、ターゴンのフューリーを持ったドラゴンですね。ファストスペル、スロースペル、またはスキルをプレイするとき、他の味方のドラゴンすべてにプライチプライチを付与する。まあ、他のドラゴンを強化するドラゴンフォロワーではあるんですけども、このユニット自身にはバフはつけてくれませんし、ジェムドラゴンって言っておきながら、このジェムドラゴンはジェムとの相性は、シナジーは一切ないですね。バーストスペルやフォーカススペルには一切反応してくれないので。そうね。しかもターゴンって意外とバーストで解決しがちなんだよな。まあダークバインドが隣にあるけどさ。ちょっと今のドラゴン、竜の卵とかも大体バーストですし、なんかあんまりこの恩和なるジェムドラゴンがしっかりと活かせるような構築にした場合の本来のドラゴン軸とはなんか離れた感じの構築になっちゃいそうで、ちょっと生かし方がまだ難しいかなって気はしますね。はい、ダークバインド飛ばしまして、オットラーニ族の竜信者、4コス33ターゴンで召喚時ネクサスの体力を2回復し、次のラウンドに追加のマナジウムを1つ獲得する。この追加のマナジウムを1つ獲得するという表現はブルーセンチネルのラストブレスで生成される青バフと同じ記述の書きなので、同じ記述方法なので、このマナジウムはそのラウンド限定のマナジウムですね。つまり4ラウンド目にオットラーニ族の竜信者と召喚した場合、次の5ラウンド目は使えるマナジウムは6という挙動になるかとは思います。まあ、ターゴン軸の回復とマナジウム加速、マナジウム加速ではないんだけども、を兼ねたカードですね。その加速じゃねえわ。追加してラウンド限定のマナジウムでじゃあ何すんのって話にはなるんですけども、まあ、4コス33、アグロ相手に4コス33に回復。ちょっと、あんまり、もちろん回答にはなっているんですけど、なんか本当にアグロに押しつぶされそうな時はちょっと心もとない気はしますかね。ただ、コントロールミラーというか、お互いにやりたいことをやるぞって時に、こっちが、ハンドの状況を相談して、次、オットラーニ族を出せば、こっちが一歩先に強い動きができるぞっていうような、ことも想定すると、こっちの方向での強みもあるので、まあそういう意味ではだいぶ、使い方に幅が出ていいカードじゃないかなと思います。次、ブラックシールド。2コストのバーストのターゴンのスペルで、味方1体にスペルシールドをこのラウンド中付与し、束縛の鎖による呪いをかける。自分自身に呪いをかける、感じですかね。基本的にバスティオンが4コススペシプライチプライチで、ブグのやつが、デフォルトで4コストでブグを装備してればラウンド限定2コストスペシ。だからまあ、スペシって基本的にまあ3コス前後のバリューなんでしょうね。って考えると、このブラックシールドは前提条件なしで2コストで、バーストでラウンド限定スペシャルを貼ることができるという強さを持ちつつ、引き算で束縛の鎖、2コストかな？解除に2コストかかるんで、実質4コストスペシャルではあるんだけど、スペシャル自身は2コストでかけることができるよ。で、ラウンド帰ってきてマナーが回復してから2コストでその呪いを解除することができるよっていう。まあ、面白いところで足し算と引き算をして強みを生かした2コストっていう軽いスペシー付与を実現したカードになりますかね。さあ、デマーシア側の呪いですね、これは。魔力の鎖。2コストスローデマーシア、味方1体にヘルスプラス2を付与する。相手に抑圧の紋章による呪いをかける。抑圧の紋章は、2コストデマーシア。このカードが手札にある間、あなたは抑圧の紋章以外のスペルをプレイできない。ね、呪いは相手に押し付けるので、あなたはっていう表現になりますね。タイラスいますね。タイラスいる、タイラス。まだルーンテラには実装されてないんですけども、まあ、この明治狩りの奴らに捕まってしまった明治、デマーシアに幽閉されてる明治ですね。まあ、こいつが脱獄して結構な事件を起こすんですけど、ぜひ、明治シーカーサイラスを
遊んでください。四骨さんに明治狩りの審問官、召喚時相手に抑圧の紋章による呪いをかける。あれ？こいつあれじゃね？これどうなってんのこれ、怖っ。これあれ、ゲームに出てきたあの人じゃない？明治シーカーサイダスを遊んでください。はい、次、クラウドドレイク。さあ、これも、サモナーズリフトに登場する4種類のドラゴンのうちの1種類ですね。マウンテンドレイク、今5種類か。ケミテックドレイク、マウンテンドレイク、クラウドドレイク、オーシャンドレイク、インファナドレイクの5種類のはず、確か。そのうちの1種類、クラウドドレイクですね。6コス66、召喚時、手札の味方ユニットすべてのコストを1減少させる。ハンドバフ系ですね。まあこれエルダードラゴンで採用してくれっていうような感じですかね。これでエルダードラゴン自身のコストも下がりますし、これで6コス66でね、ドラゴンの紋章も使えますし、エルダードラゴン系かな。まあデマーシアターゴンのドラゴンデッキとかで採用しても良さそう。てかまあシスリアとか、まあコスト上がるから悪くないのか。そうですね、クラウドドレイクっていうのはサモナーズリフトで味方のね、移動速度を上げるっていうようなね、フットワークの軽さを向上させてくれる永続バフ を授けてくれるモンスターなので、まあそういう意味ではいい原作再現になってるんじゃないかなと思います。はい、次、勇敢なるアラティス。7コス76ドラゴンデマーシアのフィオリリで、味方のドラゴンの加護は味方のドラゴン全てを対象とする。これもそうね、エルダードラゴンで使ってくれって感じの、ユニットですかね。ね、勇敢なるアラティス、フィオリ持ってますし、分かる通り、アラティスはこいつです。この乗ってる方じゃなくて、アラティスが、この乗ってるこの翼竜がアラティスですね。で、乗ってるこの人は誰かっていうと、ドラゴンの中士で、こいつ、こっちですね。ニコス兄さんの、ポロの翁ですね。ドラゴンの翁です、これは。召喚時にドラゴンを保持している場合、ドラゴンを1枚引く。で、この人の名前が確か、エルダードラゴンに出てたかな？エルダードラゴンの、エルダードラゴンの口から放たれ、アラティスは宙へ舞い上がる。で、ヒルムナ、ボリックスが声を張り上げる。だから、ドラゴンの、沖縄の名前はボリックスですね。ボリックスって名前でアラティスということですね。次、オーシャンドレイク。6コス35アイオニア、タイタンじゃないんだ。イルシブ持ちのドラゴンですね。ファストスペル、スロースペル、またはスキルをプレイするときネクサスの体力を1回復する。まあ、先ほど言った通り、これオーシャンドレイク、言ったっけ？もうサモナーズリフトに登場するドラゴンの一種類で、味方全体にリジェネ、まあ、回復、自然回復というか、まあ、そういうのを授けてくれるドラゴンではあるんで、そこもいい感じの原作再現になってるんじゃないかなって思います。お前の爪からは喜びを感じる。なんかニーラってさ、喜びって言ってっけどさ、なんか水が流れてれば大体そこに喜びって言ってない？現代社会でさ、なんかニーラ蛇口ひねったら喜びを感じそうだよね。あと忘れてた。オーシャンドレイク、ケミテックドレイク、マウンテンドレイク、クラウドドレイクで、あとインファーナルドレイクだけですねって言って、インファーナルドレイク実は名前だけはもう出てきてて、そのさっきのこのジェムドラゴンのフレーバーテキスト、こっちにインファーナルドレイクっていう名前だけはすでに出てきてるんで。あれね、噴煙竜、行かれる噴煙竜がインファーナルドレイク扱いなのかなって気もするんですけど、まあインファーナルドレイクは、まあ多分インファーナルドレイクとして出てくると思うんで、インファーナルドレイクの登場を待ちましょう。ただまあ、インファーナルドレイクは味方の火力を上げてくれる永続バフ効果なんですけども、ちょっとスペルとかエレメンタルスキルの火力を恒常的に上げるんだったらさすがに強すぎる気もしますが、まあドラゴンが場に入れるとき限定だったら別にいいのかなって気もするから、
まあ、どうなるんでしょうね。はい、次。世界の甲羅。ヘイショウ。ヒューコス救急スペルシールドアイオニア。各ラウンドであなたが初めてプレイするカードのコストは9減少する。なんかすげえバカなこと書いてある。ただ、このヘイショウなんですけども、ヘイショウをプレイしたターン、ラウンド、ヘイショウをプレイしたラウンドに初めてプレイしたカードはヘイショウであって、ヘイショウを、めっちゃヘイショウヘイショウ言うな。ヘイショウをプレイしたラウンドは、ヘイショウの効果は発動しないのかな多分。このテキスト的には。なので、ヘイショウ着地したターンは9コス99スペシバニラが出てくるってだけなので、まあ、そこまで、その、速攻性はないですね。あるとすれば、一応、戦母か。戦母から兵士を持ってきて、しまえば、ハンドにある、重い、腐りそうな、テウダーのユニット、重いユニットが全部、コストが急減少するので、マイラウンド。まあ、そういう意味で、そう、何も、カードを使わずに兵士が出てきてくれたら、かなり強い動きができるんじゃないかなと思います。でも、まあ書いてあることすげえ大味で、僕は好きですよ。はい、次。天なる舞。9コスアイオニアファストスペル。敵のファストスペル、スロースペル、またはスキル1つを阻止し、敵1体をリコールさせて、天なる竜を1体召喚する。何これは。大味な拒絶。拒絶しつつ、4コスの拒絶をしつつ、4コス単体ファスト、1体ファストリコール、4コスの動きしつつ、天なる竜。天なる竜って7コスだっけ ?7 たす ?4 たす ?4。15コスト。15コストの動きを9コストでできるよっていう、まあ、拒絶付き、まあ、ファストスペルではあるんですけども、まあ、このスペル自体が拒絶で返されてしまう可能性もあるんで、まあ、リターンに対してリスクがでかすぎるかなって気はしますかね。強力なカードであることには間違いないんですけども、まあ、入れてピン刺しっていうか拒絶でよくねっていう感じのカードではある。まあ、兵士が場にいる状態でゼロコストで使ったりしたら、まあ、全然強いけどね。はい、次。早起き鳥。早起き鳥。どっちでしょうね。2コスト、バンドル、スロー。相手はコストが最も高いカードを破棄する。エルダードラゴンやモルデカイザーといったね、重めのカードがたくさん追加されたので、そこら辺にぶっ刺さる、ハンデス系のカードかなって気はするんですけども、そうね、最もコストが重いカードであれば、いたずら触手のような感じで、回避すること、使っちゃって破棄される前に使っちゃえっていうことも多分難しいとは思うんで、やってことは、不仲な旅人のドローしないバージョン、ユニットが出ないバージョンではあるので、実は一定のポジション確立するのかもなって気はするんですけど、アグロ相手に刺さりらない。アグロ相手腐りまくったりもする。いや、まあ、アグロの高コストカード2コストで、まあ、2コスト使って、最もコストが高いカードと反動を11交換できるんで、まあ、間違いなくコスト得ではあるんですよね。これ3枚入れ得か?どうだ?難しいな。このカード単体はめちゃくちゃ強いんですよ。2コスト払うだけで、絶対に相手の2コスト以上のカード、ほぼほぼ確実に相手の2コスト以上のカードと、このカード1枚で交換できるんで、でもまあ相手はコスト払ってないしな。あ、この強いんだけど、いや難しいね。まあ、ちょっと使って遊んでみたいカードではありますね。はい、最後かな。甘い罠。8コスト、バンドルスロー。味方1体をデッキの下に戻すことで、デッキの一番上の味方を召喚する。まあ、ハースストーンのアラームボットとかのような、まあ、召喚条件無視、コストを無視して、無理やり持ってくるカードではあるんですけど、特化構築にして、
トリンケットトレードとかからね、デッキ外からタコイタチ持ってきて、そのタコイタチを起動してデッキをそのユニット3枚だけにするとかも考えたらできるんですけど、ただエルダードラゴンとかオレリオンソルを最速5ターン目に着地させたとしても、実はそんな強くなくて、オレソルってプレイにね、天空カード作ってくれるのも意外と強いし、あいつ1体だけ立っててもレベルアップしないし、エルダードラゴンも同様ですね。あれプレイ時にドラゴンのカゴを自分自身にめちゃくちゃ持ってくれるから、多分このエルダードラゴンは場に出して強いと思うんで、あいつを5ターン目に出してもただの重々有利なんで、そうね、最速で3ターン目に確定除去が飛んでくるカードゲームなんで、割と難しい。その、ま、兵士を持ってくるっていうことも考えられるんですけど、甘い罠を使って兵士を持ってきたラウンドは、そのラウンドはすでに甘い罠を使ってしまっているんで、まあ、兵士の効果も、速攻性はま、ないけど、まあ、やるんだったら兵士かな。ちょっとなんか特化型の構築にして遊んでみたい気もするけど、意外と難しそう。でもまあなんだかんだ言って何を使っても強そうではあるか。なんかまあその構築の仕方次第ではいろんな遊び方ができるいいカードだと思います。甘い罠。はい。というわけで、新カードを見るだけの動画でした。今回、ルーンテラ AR さんのね、これ最初に言うべきだったな。サイトのカード画像とかをお借りして、動画を撮らせていただきました。ありがとうございます。というわけで、新環境、こんな感じのカードが追加されるので、皆さんもぜひ、一緒にルンテラ遊んでいきましょう。ご視聴ありがとうございました。また次の動画か配信でお会いしましょう。バイバイ。